セルヒオ・バディー・ラ・カスティーリョ。セルヒオ・バディー・ラ・カスティーリョは、チリバル・パライソ出身の詩人で、現代史におけるトランスレアリスムを確立した人物である。彼は、フィンランド人のエイディト・ショーデル・グラン、エルメルディクト・ニウス、パーボ・ホビコ、ペンティ・ザ・リッコスキーやスウェーデン人のガンナー・イークロー、トーマス・トランストロンウェル、ラーシュ・グスタッフソンなど北欧の詩人の影響を強く受けていると考えられている。 カスティーリョは、チリ大学でジャーナリズムを学び、1972年に卒業した。また、ストックホルム大学でも、社会人類学を学んだ。カスティーリョは、スウェーデンラジオで、約13年間勤め、その間は、文化記者として、スウェーデンの詩を英語に翻訳する仕事を行った。カスティーリョは、船乗りであった父の影響を受け、流浪の生活に憧れていった。カスティーリョは、 スカンジナビア半島で過ごした12年の間にヨーロッパ、北、アフリカ、中東を旅した。1975年には一時的にルーマニアに住み、ワラキアやトランシルバニアに伝わる神話に興味を持った。カスティーリョは1993年にチリに帰ってくるまでの数年間はジャーナリストや大学の教員として生活していた。年にカスティリの最初の 刺繍アミッザセメントザグラスがバルパライソで次期出版された。1980年にはスウェーデンのボロースで2冊目の刺繍ロワーアフロムマイブランチが出版され、評論家から高い評価を受けた。1981年から87年にかけてスカンジナビアの影響を強く受けたザドエリング・オブ・ザ・サインオニリック・ソングリバーベレーションズ・オブ・アクアティック・ストーンズという3冊の 本を相次いで出版した。この時期の詩は完成度が高く、スウェーデン語、フィンランド語、英語、フランス語、ラテン語の詩の翻訳者からも高い評価を受けた。初期の詩の題材は、神話や偶話から取ったものが多く、多くの詩で伝説が語られていた。彼の詩は、1991年にスウェーデンで初めて出版された、チリ人詩人のアンソロジーにも収められている。 彼は1993年に亡命先からチリへ帰国し、自伝的な作品を書き始め、ノルディックサーガではこれまでと全く異なったスタイルの作品を書いた。この時期は試行錯誤で実験を重ねていた時期で、バイキングの神話サガなどからも題材を取った。カスティーリョはルーディ・ラッカーのトランスレアリスムを死において確立した。二千三年のザフヤ・フルゲイズ・オブ・ザ・バスタードや二千五年の トラリエル・ポエムズ・サム・ゴスペルスのようなカスティーリオの後期の作品では彼は現実に挑戦し、ほとんど幻影の世界を作り上げた。そこでは言葉、時間、次元の変化が、死の枠組みの中で重要な役割を果たす。彼の最近の詩は時間の定義が随所に現れるなど、完全に観念的で、普通の世界への関心に溢れている。彼は現在は、サンティアゴに住んでおり、 彼の最近の作品からは、ここに象徴化された形ではあるが、南太平洋の雰囲気が感じられる。ありがとうございます。